あなたこそリムル様に与えられた任務はどうなっているのです？それは抜かりありません。それにしてもタイミングよく帰ってくるとはな。雑事の最中でしたが、ベルドラ様より戻ってこいと連絡があったの。それでお前はこんなところで油売ってていいのか？ファルムスの方は大丈夫なのか？まず最初にあの者たちの姿を元に戻しました。肉塊になったままでは不便でしたので。肉塊？ああ、あれか。やれやれ、シオン殿にも困ったものですね。厄介な回復魔法が通用しないではないですか。少々荒療治になります。耐えてくださいね。感謝します、感謝しますぞ、ディアブラ殿。うるさいですよ、ゴミが。さて、次は？わしを、いえ、私をあなた様のしもべの末席に加えてください。今後この神明の全てを捧げます。要はファルムスの最後の王として、ディアブロ殿の望むように協力すると約束しようぞ。ご安心を。私に従うならば悪いようにはしませんよ。私が得たユニークスキル、落とすものがあれば裏切りを防ぐことなど造作もありません。おい、ディアブロさん、捕虜たち生きてるよな？問題ありません、ヨウム殿。どのような魔法をかけても元のお姿に戻らぬとは。良いか、皆の者、ヨウム殿の言葉は事実じゃ。我らは敗北した。生き残ったのはわしとレイヒム殿、そして暴風竜の魔素に当てられかような姿に変じてしまわれたエドマリス王のみ。囚われた我らはヨウム殿の口添えで解放されることになったのじゃ。大国ファルムスが魔物に屈するだと？しかしどうしようもあるまい。ケイは暴風竜を敵に回すつもりかね？いや、それは。話を受け入れようではないか、のう、皆の者。賢明な判断です。それでは約束通りこの国の王を解放して差し上げましょう。何者だ貴様、いつの間に。これは失礼、ガラ空きでしたもので。私の名はディアブロ、偉大なる我が王リムル様の忠実なバトラーですよ。ご気分はいかがですか？ああ、助かった、感謝する。さてファルムスの王よ、我が王であらせられるリムル様より伝言があります。聞こう、魔物の国の使者殿。これより一週間後、この地にて両国代表による和睦会議を行う。何時らに選択肢を与えよう。選択肢？一つ目、王が退位し戦争賠償を行うこと。二つ目、我が国の軍門に下り属国となること。三つ目、戦争の継続。以上となります。それでは一週間後までに答えを用意しておいてください。お前たちの都合などリムル様には関係ない。いいですか、つまらない小細工を浪しようなどと考えないことです。返事を先延ばしにすることも許しません。一週間後に返事がなければ戦争の意思ありと受け取ります。いいですね。